コンピュータゲームにおけるパワーアップとは機能としてプレイヤーキャラクターに一時的な助力や新たな能力を与えるオブジェクトである。手に入れると永続的な効果かそうでない場合があるアイテムとは対照的である。触れて手に入れることが多いがバブルボブルのエクステンドバブルのように複数集めるとパワーアップすることもある。よく知られているパワーアップの例としてパックマンの パワーエサ、スーパーマリオブラザーズのスーパーキノコがあり、後者は、ウゴネットワークスのコンピュータゲームのパワーアップトップ11で1位だった。パワーアップの効果があるアイテムは通常、ゲーム内に設置されて、ランダム出現や敵を倒すと落としたり、容器を開けたり、壊したりして入手する。RPG など他とのアイテムと違うのは、速攻性、世界観には、 必ずしもアウトは限らないデザイン、特定のジャンルに存在することが挙げられる。パワーアップは迷路ゲーム、ランガン、シュート、m アップ、FPS、プラットフォームゲームなどアクション系作品で多い。パワーアップや一アップは和製英語である。日本語でザップの意味はこれであなたの X が増えるで広告などで見受けられる。 これは、スーパーマリオサンシャインの、シャインゲットの、X ゲット、ような場合である。1980年の、パックマンは、パワーアップの機能を実装した、最初のコンピュータゲームとして知られる。迷路には、パワーエサが4つあり、一時的にゴーストを食べれるようになり、敵に反撃することができる。パワーアップの効果は、コンピュータゲームで、初めて登場した。 カットシーンの一つでパックマンとブリンキーの追いかけっこする短いコミカルな様子の形で表現されている。パワーエサはコンピュータゲームが子供に与える影響に関する論争のジョークとして大衆文化に広まった。1984年のセイバーウルフでは花の形をしたパワーアップが使われ花が咲くとスピードアップや無敵などの効果があった。 同年のゼビウスでは、プレイヤーの戦闘機を隠しコマンドで無敵にする、設定が、不死身と言われ、言葉が子供にも広まったが、ゲーム関連メディアは、この無敵コマンドがゲームつまらなくしてしまう、ダッシュで、機質の情報であるとして受け付けなくなったが、スターフォースの、同じコマンドは紹介される事例もあり、無敵技が、裏技の花形の一つになっていった。 1985年のスーパーマリオブラザーズのスーパーキノコは典型的なパワーアップとして大衆文化に広まった。もともと大きなマリオは存在したがボーナス効果として彼をスーパーにするためパワーアップが実装された。開発チームは不思議の国のアリスのように魔法のキノコを食べてマリオが滝きくなったり小さくなったりするのが面白いと考えた。 このゲームでは他に無敵になる、スターと火の玉を繰り出す、ファイアフラワーもある。同年のグラディウスでは、インスタント効果が固定される代わりにパワーアップを、プレイヤーの任意で使用するかの選択バーが、初めて採用された。1986年以降のアクションロールプレイングゲームでは、永続的なパワーアップの概念が、特典の形で登場した。 パワーアップ状態を意味する言葉として、無敵、無双、不死身がある。1978年のスペースインベーダーでは、システムの欠陥をついた名古屋内により、プレイヤーが敵の攻撃を受け付けない攻略法があり、セーブティーゾーン、真空地帯と表現され、1979年4月、ゲームセンター嵐第2話では、不死鳥という言葉が使われている。 1980年のスペースファイアバードではチラシにボタンを押すと宇宙船一機が不死身になると説明され、この言葉が公式にコンピュータゲームで使われた草分けとされる。1981年、バンガードでは筐体の説明にエネルギーボックスを通過すると宇宙船がパワーアップして無敵になり敵に体当たりできますとあり、パックマンのパワーアップと同様の状態を 無敵と表現したかなり早い例と見られる。同年のドンキーコングでもチラシにハンマーを持てば無敵となりますと説明され、日本のコンピュータゲーム界で無敵の言葉が広まっていた。なお、動作ではハンマーを敵に当て損なうとジャンプマイン流行られてしまうため、正確には無敵とは言えない。戦術のパックマンのスーパーパワー餌を食べると巨大化、スピードアップ、 モンスターを通過することが無敵と呼ばれ1982年のスーパーロコモーティブではチェンジボタンを押すと燃料消費量は増えるが一時的にスーパーロコモーティブに変身して敵に接触して倒していくことが説明書きで無敵と表現されミスにならないことと敵を倒すことが無敵として使われていたファミリーコンピュータの登場でゲームの説明書に 無敵が使われ、子供に広まった。2001年、新、三国無双2が大ヒットしたことで、無双という言葉が、無敵と同じような意味として使われるようになった。無敵、不死身との違いはそれらが、ルールに直接関係するキャラの特性や状態であり、スタートから、わずかの間は、不死身のような場合に使われるが無双はそうではなく、そういう技を使っている状態やその状況。 作品全体のスタイルのような大きく見た時に使う言葉である。新、三国無双シリーズ初期ではプレイヤーが無敵になる特殊攻撃、無双乱舞があったが、無双モードは複数あるモードを物語順に進めていていくことで、公式においても意味が一定ではなく、作品を特徴づけるためのキーワードであった。新たな武器を得たり、 プレイヤーキャラはより攻撃的な姿にさせたり、力を高めたり、一部の敵を無防備にする。画面のすべての敵を一度に倒す抜けは、ビーキュラーコンバット、ランガン、プラットフォームゲームなどで見られる。効果には時間制限、回数制限があったり、プレイヤーに当たるまでや死亡、ゲームオーバーにまで効果が続く。キャラを取り囲むシールドのようなアイテムで構成され、 投射物を逸らしたりダメージを吸収したりする。無敵の場合は一時的な効果である。プレイヤーキャラは有害なものを受け付けなくなるか、接触すると敵にダメージを与える。どちらもキャラは落下すると死ぬ。穴のような場所には弱いことがよくある。多くの場合、攻撃を受けたりダメージを受けた直後に一時的に無敵となり、連続して何度もダメージを受けたり殺されることはない。 効果は、キャラなどが点滅、音楽によって合図が示される。プレイヤーが、敵の攻撃を避けたり逃げたりするのを助けるアイテム。スピードアップなど時間に影響がある、一時的、永続的、累積的なパワーアップや敵を回避できる。不可視化も含む。プレイヤーが、新エリアに行ったり、アクセスできなかったエリアに入ったり、別のステージにワープするときに使うアイテム。 ゲームによって進行に必要だったり任意であったりする。失われた HP 回復アイテム、ライフを増加させるアイテム、1アップで構成される。ゲームによっては特定のアイテム、能力使用に弾薬や燃料、マジックポイントなどを消費することになる。MP のような単一のリソースもあれば、複数のリソースを使う場合もある。 最大弾薬量やパワー容量を増やすためのパワーアップもある。特定の場所に行くことを促すために多く出現するのが特徴のアイテム。いろいろな累積効果があり、主人公のライフの増やすことが多い。プレイヤーを騙すために設置され、捕まえようとしたりダメージを与えたり、死をもたらすこともある。パワーアップするためには、いろいろな方法がある。 多くのコンピュータゲーム、特に RPG では宝箱に、いろいろなアイテムや通貨、時にはモンスターが入っている。一部の宝箱には、そのように見えても実は、モンスターの偽装で開けようとすると攻撃してくる場合も、ある。聖剣伝説シリーズ、ドラゴンクエストシリーズでよく見られる。プレイヤーが店でお金を支払わずにアイテムを、 入手するための手段で、店では売っていないアイテムが入っていることもある。鍵がかかっていることもあり、それを見つけ出す必要がある時もある。鍵は一度使うと破壊され、他では使えなかったりもする。特定の種類の鍵を持っているとそれに合った鍵を持つ、箱を開けることもある。多くの場合、箱は開けて、物を出すと、空のままだが、 ステージによって違うアイテムが入っている。木箱や瓶と違い、プレイヤーがエリア移動して戻ってくると再出現している。グラディウスの選択バープレイヤーがパワーアップアイテムを集めるのではなく、どれを使用するか選択できることもある。バーにアクセスするためには、パワーアップアイテムを集めることになり、集まるほど多くの機能が使える。 強力なパワーアップを使うにはそれだけの努力がいる。このシステムは1985年のグラディウスで初めて登場した。特典はパワーアップのバリエーションで一時的ではなく高級的なものである。永久的なものは1986年マショやアルゴスの戦士にもあるがアクションアドベンチャーゲームと RPG の境界線を曖昧にしていた。 この名称を使い、実装した初期のコンピュータゲームには1997年の、フォールアウトがある。コールオブデューティー4モダンウォーフェア、コールオブデューティーモダンウォーフェア、キリングフロアなどの FPS や、メタルギアオンラインのようなアクションゲームなど様々な、作品で使用されている。ありがとうございます。